マリネスいきます、えー、とこの稲見さんのパッティング、えー、とちょっと上りこういうパッティングはありませんっていうやつまたこれやっちゃってますね、えー。テイクバックで塔が下がってなくて塔上がっちゃってで打つ方向も塔上がっちゃってますから典型的な右抜けですこう我々本当のプロフェッショナルに言わせるとそうなるんですね。で稲見さんはその塔を下げてテイクバック引くっていうのを。 ややらない時やっぱりあるねだから待つでもあるしみんな結構や,やらないことで失敗して私はここであのそれが原因ですよっていつもレッスンしてますでその通りでこれあの彼女の「トゥ」下げないで打って右抜けしますからまあ見てくださいはい見えました 今の森口さんなんだろうって森口なんかには分かるわけないね、はい、ほら、と上がっちゃったでしょ、後ろで,でこっちもと上げて上げてあげたらね100万分の1でもねフェースが合うことはないミクロンでずれる分かったそういう風に覚えなさい、南もねさんみんな、教えてあげてくださいねはい、よろしくお願いいたしますこれがアマリンの極意ですどうも